こんにちは、伊豆チャンネルです。今日はですね、アメリカの100円ショップダラーツリーに行ってみたいと思います。100円って言っても厳密には1ドルなんですけども、1ドルショップです。この辺りではダラーツリーが一番大きな100円ショップのチェーンかなと思うんですけれども、結構どこの街にもあります。まあ、日本に住んでいた時に、結構ダイソーとか日本の100均に慣れていると、こっちでアメリカに初めて来た時はあれ?と思って、なんかちょっと物足りないなみたいな感じだったんですけれども、結構いろいろ商品を見てみると意外と使えるものがあったり、他のお店では高いもの、グリーティングカードとかそういったものも種類が豊富で、全部1ドルなので安いので、そういうものを買ったりとかしてます。今日はダラーツリーで買うおすすめのものとか、私がいつも買ってるものなんかをちょっとご紹介したいと思います。ではどうぞ。イースターなので、イースターの商品が結構いっぱいあります。お店の一番前入ったところに、こんな感じでその季節のシーズナルの商品が結構置いてます。結構かわいいのデコレーションとかあります。イースターのお菓子が売ってます。このダラーツリーのパズル、このちっちゃいパズル結構おすすめです。うちの子も最近はあんまりやらなくなったんですけども、このパズルこうやって缶に入ってるの で持ち運びにも便利だし、どっかレストランとか行った時に子供ってなかなか間が持たないので、こういうの持ってっといて、そのオーダーして待ってる間にやらせとくとグズグズ言わなくていいです。で、24ピースとか50ピースとかあるので選べます。もうすぐイースターなのでエッグハント、日本でも結構最近やってるのかもしれないですけど、それ用のバケツです。うさ耳とかいろんなものが売ってるんです。ガーデニングの用品とか、ダラーツリーはパーティーグッズとか、あのバースデーパーティーとかそういったもののグッズとかもいっぱい置いてますとか、デコレーションのやつとか紙皿とか、ちょっとテーマによってマーメイドとか揃えたりとかできるので結構いいです。ペーパーバッグもいっぱいあります。でこういうのも他のお店で買うと結構高いので、ダラーツリーだと安いし可愛いのもいろいろあるのでいいと思います。2つで1ドル。これはパーティーサプライ、誕生日パーティー、バースデーパーティー、ちょっと女の子とか可愛い蝶々。プリンセス、パーティーグッズはパーティーシティとかっていうお店もあります。そこも結構いろいろあっていいんですけども、安さで言うとこっちのダラーツリーの方が安いかな。ダラーツリーで買うおすすめのものとしてはグリーティングカードがあります。結構種類もいっぱいあるのでおすすめです。すごく細かく分かれていて、ここは誕生日バースデーカードなんですけど、1歳の誕生日とか何歳とか、女の子とか自分の子供とかシスター、ニースとメイコとか兄弟とか孫の誕生日っていう感じでいろいろあって、面白いやつとかカテゴリーごとに分かれてるのでいろいろ選べます。これ1ドルかと思ったら2つで1ドルなんで1枚50セントです。Would be nice for you. Let's do it. セントパトリックデーのカードも今はあります。これイースター。こっちにもあって、セントパトリック
ックステートイースターかで、スペシャルオケーション、これはアニバーサリーとかおめでとうとかありがとうカードで、誰か亡くなった時のお悔やみカードとかで、この、 なんか十字架のマークついてるのはキリスト教というかレリジャスのカードです。で、早く良くなってね、ゲットウェルとかは病気の方とか入院されてる方に送ったり、フレンドシップ、友情みたいな、お友達に送ったり、ラブとか、あと何も、中何も書いてないブランクのやつとか、とグッドラックとか、ベイビー、赤ちゃん生まれた時のカードとか、日本はまあ年賀状とかもやりますけれども、こちらはグリーティングカードを送る文化がすごくあるので、カードはすごくいっぱい種類があって、結構みんなカードをよく送ります。グリーティングカードって他のお店で買うとすごく高くても、高いもんだと本当に10ドル近く、8ドル、7ドル99とかすごい高いんですけども、ここは全部1ドルなので安いです。で、あとこういうラッピングのペーパーとか、こうリボンとかもいっぱいあります。こういうのも私もよく買います、便利。フェイバーズ、子供の誕生日会の時とかに来てくれた子たちに帰り際にフェイバーっていうのを渡すんですけれども、それの中に詰めるものとかもここに載ってます。写真撮る時とドロウソク、ここはベイビーシャワーのグッズです。なんか洗剤とかも結構売ってます。私あんまり買わないですけども、このちっちゃいサイズとか旅行に持っていく時とかいいですね。これ私使ってる柔軟剤、ちっちゃいサイズ売ってます。なんか DVD とかも売ってます。あんまり見たことない映画ばっかりだけど、子供の絵本とか、最近あんまり買ってないけど、もう前はちょこちょこっと買ったりしました。ちっちゃい方が読む、字の少ない絵本とか、お風呂で読む絵本とか、ここは手芸用品、ビーズとかクラフト系、ストレッチキャンバス、こんなの売ってんだ、ちっちゃいキャンバス、なんか絵描く人とかだったらこういうのいいかも。子供と一緒に工作をしたりとかするのに使えるものとかもあります。あと粘土とか、シャボン玉とか、ここにも大きなパズルもいっぱいあります。これは塗り絵とかゲーム、数独とか、ペット用品見ようかな。今までペット用品は見たことなかったけど、猫を飼い出したのでちょっと見てみようかな。おもちゃとか、チートとか、うんちのバッグ、猫、工具系とか、懐中電灯とか、なんかそういう電球はどうなのかな、どれくらい持つのかわかんない。 LED あるの、電池とかも安いし、携帯のケースとかも探せばちょっと可愛いのもあります。私も買ったことある、これすごいね。前もっとあったんだけど、こんな模様とかスクリーンクリーナー可愛いけど、はい、この辺はフックとかスーパーグルーっていうの、接着剤とかグンって、フレーム、写真立ても結構あります。ウォールアート、デコレーション系とか、これかわいいね、落書き帳みたいな、きなこが絵描いたりするの、これかスケッチパッドってやつ、これよく買ってます。これただの白い紙なんですけども、絵描いたりするのにいいので結構買ったりします。こういうフリップボードみたいなのとか、カードとか書類とか仕分ける、こういったものとか、こういうなんかノートパッドみたいなとかも結構かわいい、なんかプチプチになった封筒とかも売ってます。
これ便利なので物を送るときこういうちっちゃい封筒、バブルネイルプチプチクッションが入った封筒とか、大きめのものとかもあります。文房具も割と種類がいろいろあります。あんまり可愛くはないんですけども、別にその可愛さを求めないんであればいろんなものを売ってます。クリップとかハサミとか、子供用のハサミここでうちも買いました。子供が使うノリとか、あとステッカーとかもいっぱい売ってます。クレヨンとかカードのゲーム、ラーニングカード、これ計算したり単語覚えたり色を覚えたりアルファベット覚えたり、こういうの結構便利使えます。で、あとペンもいっぱい売ってます。まあ、あの日本のボールペンとかペンとかシャープペンシルとかには全くかないませんけども、いろいろ種類はあります。あとね、こういうちっちゃいノートとか意外と可愛かったりするので、私もなんかちょっといろいろメモしたいなっていう時用にちっちゃいメモ買ったりもします。あとノートとかも、普通のこれは学校で使うようなノートなんですけど、いろいろあります。定番のこの黄色いノートとか、ステッカーがついたノート、ボード、工作とか使えるのかな。小さい箱も売ってます。大きな箱は売ってないんですけども、薄っぺらい、これぐらいの薄っぺらいサイズの箱は売ってます。こんなとか、ここは赤ちゃん用品。赤ちゃん用品はあんまりここでは買わなかったかな。おむつ入れる袋、これちょっと薄っぺらいんだけど買ったことはあります。石鹸とかもう全然普通のブランドのバブとか普通のお店で売ってる石鹸も売ってて、比較的安いのでおすすめです。あとハンドソープとか、もうこの辺はどこでも安いのでそんな買わないかな。ライナーとかドラッグテストとか、あと妊娠検査薬、あとなんかね、これは多分排卵日を予想するやつ、私も買いましたけど、このリップバーム、これとこれ買った。ココナッツの香りが好きな人はいいかと。ハーミックスとかブリステックスとかも定番なんですね。他にもいろいろあります。ワセリン、今全然商品がないけども化粧品とかもあります。たまに今ないか、エルフとかもあったような気がしたな。 LA カラーズとか結構安い系のコスメも売ってます。ウェットンワイルドのブラシとかマスカラとか筆、メイクブラシとかケースに入って可愛いね。ミミちゃんに買おうかな。これ可愛い。これミミちゃんに買おうか。爪切った後に。キャットネイルファイル。あ、キャットの絵のね。これマニキュア。とか歯ブラシ。歯ブラシもここは安いですね。歯磨き粉とかもちょっとサイズは小さめが多いんですけれども、クレストとかコルゲートとか普通にウォルマートとかでも売ってるような歯磨き粉も売ってます。安いね。私もたまに買います。歯ブラシも安いので売ったりします。トラベルサイズのものとかも結構売ってるのでここで買ったりもします。バンドエイドとか薬も売ってます。アドビルとかタイレノール。と洗濯ネットとかも一応売ってる。こういうのもあんだ。デリケートウォッシュバッグ、日本から持ってくるものでおすすめはこういうあの洗濯ネットとか、あの日本の100均のって結構丈夫でしっかりしているのでおすすめです。こっちにも売ってるんだけど普通はどうかなって感じ。今度買ってみよう。押し切りのやつとかシャワーカーテン、お風呂用品かな、ハンドサニタイザー、ティッシュ、髪の毛のゴムとかも、クリップとかも結構あります。ピンとブラシも結構いっぱいある。エコバッグみたいなやつ、これ結構私よく買います。丈夫さはそんなに丈夫じゃないんですけども、絵が可愛かったり、ミッキーとかフローズンとかパーパトロール、いろんなキャラクターがあるのでこれ結構便利です。洗濯するときとかカーペットを下に敷く滑り止めとか、これ飲み物もあのフリーズドライのイチゴなんですけど、これすごい美味しいです。結構いつも売り切れたりしてるんですけど、甘いのでちょっとお砂糖入ってるんですけど、ノーフリーザーバティ、保存料が入ってなくてグルテンフリーナチュラルノン GMO で遺伝子組み換えのものも入ってないですっていう、これ結構美味しいのでおすすめです。これナッツみたいな。他は何か買ったかな。アップル食べたかもしれないけどストロベリーが一番おすすめ。電池とかもあります。豆電池みたいなのもあります。
オタリチウムバッテリー、電池バッテリーとグラスとか缶詰系もあります。お皿なんかもいっぱいあります。このタッパーウェアとかたまに買います。ここで買っとこうかな。なんかちっちゃくていいな。ちっちゃいの買おうか。2つの買ってみようか。風船結構いっぱい売ってます。お誕生日とかいろんなオケージョン、赤ちゃん生まれる時とかバレンタインとかお祝いの時とかいろんなのがあります。パーティーシティとかでも売ってるんですけれども、比べると種類はそんなないかもしれないんですが、全然こっちの方が安いのは安いので、私も結構ここで何かある時買ったりします。キッチン用品とかも意外と置いてます。インスタで世の JP さんがおすすめしていたこの網を実は今日買いに来ました。これがついた方がいいのかな。ハンドル付きか蓋みたいにこうパコってやるの、どっちがいいんだろう。こっちみたいに買ってみようか。こうかぶせ、これは何に使うかというと、なんか焼いたりとかするときに油が跳ねるので、それを防止するために使いたいんですけれども、どっちがいいか。ラップ付きにしてみようか。これちょっと買ってみます。アルミホイルとラップも売ってますけれども、これから日本からアメリカとか海外に住まれる方、あと、まあ、長期滞在される方、ラップは日本の方が一番いいので、こっちのラップは全然ひっつかないし、電子レンジに入れた時に溶けるやつとかがあるので、絶対日本のラップを持っていくことをおすすめします。あとダラーツリーで買ったらいいもの、こういうアルミホイルのこういうトレーっていうかプレートっていうか、こういうやつ安いのでここで買うといいと思います。他のとこでもそんなに高くはないんですけど、これ全部1ドルなの で2枚入りとか蓋付きとかいろいろあって、ここが結構一番安いので、私もよくここで買います。結構こっちはフォトラックパーティーとか、みんなで料理を作って持ち寄るパーティーとかが結構多いので、そういう時にこう持っていくのに便利です。あとジップロックとかも結構いっぱいあります。紙皿とかカップとかペーパータオルも売ってます。こういう掃除用品買おうかな。こういうやつマイクロファイバーいいのかな。これちょっと買ってみよう。これもうちもよく使います。ささっとなんか拭いたりするとか、ゴム手袋とか、こういうプランジャーっていうトイレが詰まった時にやるやつと、これはスクイージーっていうんですけど、ガラスのとこの水滴を取るやつとか、こういうのもあるし、トイレのブラシもあるし、こういうほうきとかもあります。収納系のものもちょっとですけどあります。引き出しの中とかごちゃごちゃになるので、こういうので小分けすると結構便利です。白とか黒もちっちゃい小物系とかを小分けしたり、こういうのに入れたり、3つ入りとかで、引き出しのペンとかをこういうのに分けたり、とスプーンとかフォークとかそういうのを分けるのに使ってもいいし、こういうのもあります。全部ご紹介できたでしょうかという感じで、意外とねいろんなものがあって、よく見たら結構使えるものもあるので、よかったらダラーツリー、アメリカの100円ショップ、ぜひ行ってみてください。ではまた。